12月3日に ES 花桃体育館にて国際空手道連盟極真会館茨城支部埼玉北支部主催の2023極真空手支部交流試合が行われました。試合は型の部と組手の部で分かれ、選手の皆さんは日頃の稽古の成果を精一杯披露していました。今回の大会は、私が管轄してます茨城県とそれから埼玉県、加須地区、久喜地区、そこの道場生たちが、交流する意味を兼ねた、内部試合となってます。今日はですね、型と組手両方で約130名の、選手が参加してます。はい、そうですね、今年最後の大会ということなので、子どもたち、特に子どもたちが多いですが、普段稽古している成果を、十分に発揮しているんじゃないかと思いますね。悔しがったりね、いろんな場面が見られます。はい、そうですね、開会式でもちょっとお話しさせていただきましたが、試合に出るっていうのはすごく緊張するんですね。ですから、そういった、緊張するものを克服する、まず試合に出ることだけでも偉いですよと、君たちはそれだけでも自分に勝ちました、ね、そして実際の試合で、苦しい場面になっても、相手も苦しいだと思って、そういうところを乗り越えられるように自分に打ち勝つつもりで、試合に臨んでほしいということをこちらでは考えております。武道は体力面だけではなく精神面も鍛え、礼儀作法などの所作にも大きく影響を与えます。この交流試合を通して出場された皆さんが身も心も強くなったように感じました。